このめぐみさんが探しているもの、大きな建物が見えます。魔法はここへ行けば必ず手に入るはずです。ない！ったく全然ないぞ。なあ、やっぱりあのおっさんにガセネタつかまされたんじゃないのか。あの人そんなことしないと思うけど。何やってんだよ。ないよ、この学校には絶対ない。本棚とかだけにあるとは限らないのよね。もしかしたら地面に埋まってるかもしれないし、ロッカーとかの裏側に落ちちゃってるとか、壁の間に塗り込まれてるかもしれないし。あの、そんなの見つけるの一生かかっても無理じゃん。そうね、そうかもしれないわね。あ、無情。そんな、あれが見つかんなきゃ俺は男に戻れないんだぞ。今日もめぐみさんは例の魔法を必死に探してるみたいだな。見つからないといいね。大体本当にあんのかね、そんなもんが。そんなことよりさ、あいつは何かな。玄蔵くん、なんか言ってやったら。ここは一発締めとかねばっと。なんだてめえ、そこで何やってんだ。読書さ。ここは静かだからね。やっぱり二枚目、いいやつでいい男。静かじゃなくなったから行くかな。ウンバラウンバラウンバホウンバラウンバラウンバホ。静かになったから戻ろうかな。ウンバラウンバラウンバラホ。藤木って結構変。全然普通じゃないよな。そうね。ああ、静かだ。ウンバラ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 。お前の負けだ、藤木。ん？あ、もう。というわけでよろしく。な、一人で探してちゃ、じいさんになるまで男に戻れそうにないんだ。こんだけ人数が揃えば、あ。あれも仲間か。いや、それが違う。誘ってもいないのに断られた。だが君の助けになるなら力になるよ。こいつ、なんちゅうかっこいいセリフを。ありがとう。気が新しいこと言ってんじゃねえよ。まあ利用ね、利用できるなら何でもいいのに。負けんぞ。僕も力になりますよ。あ、はい、どうも。見つけたら何かしてくれんの。え、よしよし、さすが源ちゃん。なんだ君は、親切に対して見返りを要求するつもりなのかい。よし。どうでしょう、めぐみさん、そんなに大したことじゃなくていいんですが。そりゃまあ、ただで働かすのも悪いしな。こいつら一体何を要求するつもりか。チューだ。この格好してほしいな。うわぁ、おかてめえ、せっかくの大チャンスを。よく考えろ、ヤスだ。見る、見るもん、見たいもん。こんな格好見たって。いいかも。うん、その時は三つ編みでお願いします。最高です。問題ないです。なんだお前ら、俺をこき使いたいのか。何か恨みでもあんのか。違うわね、この人たち何か他のこと考えてるわ。まあ何でもいいよ、そのくらい。ただしその格好見せるのは見つけたやつだけな。男に戻っちまえばどうせこっちのもんだ。言っとくけど見つけるだけだぜ。え、渡すとは言ってない。むぐ。
意外に抜け目ないわ。よっしゃー、頼りになるとこ見せたるぜ。いや、ちょ、おい、ちょっと待てよ。見つけたら他に何してもらおうかな。なんでてめえまで走ってんだよ。さあね。何をするか貴様。カズキョース。ところでそれは一体どんなものなんですか。安田が一番まともだな。え、帰ってきたぞ。でもなんで学校を探すんですか。確か6年前川に捨てたって。ミキ、あ、こいつ知ってる。そうそう、よくテレビに出てる投資能力者ですよね。この人に見てもらったのよ。この人に。本当は川に捨てたんだからもう見つからないって、めぐみを諦めさせようと思ってて飲んだんだけど、なぜかこの学校が見えるって、ここへ来れば必ず手に入るって。でもない。この人に会ったの。ミキのつてで俺の写真見てもらっただけ。忙しいんだって。なんだなんだ。なんでお前鼻血なんだ。好きなの、このおじさん好きなの。僕も探してきます。あいつこういうのが趣味だったのか。しまった。美女二人との会話に耐えられなかっただけなのに、違うタイプの変態だと思われてしまった。あのところで魔法ってどんなもんなんですかね。現像は闇雲に探してます。やっぱ見つからんかった。そんなにすぐには見つからないわよ。現像のバカなら野生の勘とかですぐ見つけるような気がしたんだけどな。探してるのがどんなものかわからないんじゃね。おりょう。お、わーい、何してるの。めぐちゃん&みきちゃん、お前も暇だね。女のケツばっか追いかけてるとろくな男になれないよ。違うよ、今日はつけてないよ。今日はってのがもうダメ。俺んち近くなんだって。本当だって、歩いて1分くらいなんだって。はあ、じゃあ俺んちとも近所なんだな。何してんのこんなとこで。ここなのよ、メグが魔法を投げ捨てたの。そういやさ、お前に似たやつやっつけたことあんぞ。お前まだ男だった俺にやられた覚えないか。メグちゃん、あんまり俺を侮ってほしくないな。俺は同年代の男に負けたことはないよ。いや、ほんと。でも小さい頃よくここで遊んでたから会ってたかもしれないね。そして二人は互いに引き合うようにあの学校で運命の再会を果たしたのでした。帰ろうミキ。ちょっとなんでよ。語ろうよ、川の流れを見つめて。痴漢に注意せねばならんからな。げ、どう注意するのかしら。俺んち来ない。出たわ、痴漢よ。注意だ、注意するんだ。痴漢はやめなさい、ダメよ。はい。これお前か、お前のことか。さ、行くよメグ。お前なのか。だから夕暮れに来たのか。現像くんちへ。なんで。面白そうじゃない。そんなに汚れてねえな。そうね。じゃあお茶入れてくるね。睡眠薬とか入れるなよ。どっかにエッチな本が隠してあるのよ。本当か。男ならエロ本隠してあるって、それ噂じゃないのか。それが本当らしいのよ。そうね、例えば。おい、本当か。男は必ず持ってるもんなのか。それが持ってるんだよ、男ってやつは。真摯な顔をしててもみんなケダモノさ。だけどね、ケダモノな顔をしている僕は中身が真摯だから持ってない。そうか、男は持ってるのか。俺に買えるかな。別に買わなくてもいいのよ。それととある本に書いてあったの、持ってないと言い張る人に限って持ってるって。
ミキちゃん、とある本に書いてあったことなんか信じちゃいけないな。僕興味ないもん、そんな低俗なもん。怪しい。目が踊ってるし、僕とか言ってる。俺も騒がそう。あう。これが怪しい。手が、手が、ミキ、手がある。マネキンの手よね。え。ね、かわいいな、めぐちゃんは。本当に男に戻れるかな。なんでお前こんなもん持ってんだよ。あ、いや、その辺で拾ってさ、なんか面白そうだったし。面白そうだからって妙なもん拾うな。はあはあ、すいません、女王橋。怪しい箱見つけちゃった。え、これ開けてもいい？え、いや、いいけど、なんだっけそれ。何これ、模型？リアルね。カマキリの子供。え、それってまさか本物だ。光見てる。子供の頃卵拾ってて忘れてた、帰ってたんだ。何でもかんでも拾うな。そして放っとくな。三月で遊びしないよ。いや、遊びじゃなくって。じゃあ、あれはなんだ。虫かごに入ってる変な黒いものは、クワガタの標本だよ。死骸じゃないよ、絶対。さて、帰ろうか、ミキちゃん。え？ああ。あ、カバンカバン。ほっとかれグッズの仲間にされてはかなわんからな。あ、いやいや、ちょ、もう帰んの？だって来たばっかじゃん。やかましい。どうした？確か河原に落ちてて面白そうで。ならそれが見つけちゃったって。なんでこんなとこで見つけちゃうの？いつ拾ったんだ？俺と会う前から持ってたんだろ。おう、確か6年くらい前かな。あ、そうか、お前が持ってたから、あの超能力者、あの学校に行けば見つかるって。確かに6年間大切に持っていた俺、そう、君と巡り合うために。やっぱり君と俺の出会いは運命だったんだよ、めぐ。でもこれでお前の役目は終わった。もう用なしだ。用なし。約束。あの、例の約束は、見つけたら三つ編みで。お前は持ってただけじゃん。見つけたのは俺だもん。これでやっと俺は男に戻れるんだ。男？そうか、男に戻るアイテムだったのか。さあ帰ろう、めぐちゃん。え、それって源蔵くんのじゃないのかな。ミキ、そうそれ俺の。なんで持ってくの？だってこれは俺の。証拠はあるのかい？ここで多少憎まれても男になられるよりは。返せよ、それ俺の。ちょうだい。うん。はい。あんたはメグが男に戻ってもいいの？ミキ。男？ちなみにどんな男になるの？そうよ、どんな男になるつもりよ。こんな感じかな。違う、絶対違う、完全に違う。バイト、こんなの絶好よ。本当はこんな感じよ。おはよう。
より弱そうじゃないか。それ絶対するよ。他は無理無理無理。バカにすんな。こんなんじゃねえとこ見せてやろうじゃんか。ならやってみろ。やってみろって。源蔵、俺の話を疑ってた自分がバカだったと思い知らせてやる。ちょっとネグちゃん。では出ないじゃん。これじゃねえよ。これだ。あれ、何なのこれ。知らん。あ、これだよ。これこれか。よし、出てこい。出てこねえな。おかしいな。出てこい。こら、絵の具にすんな。出たぞ。こら、出ろ出ろ出ろ。そんなやり方じゃ。なんで出てこないんだよ。これじゃ俺が嘘つきみたいじゃんか。わーい、夢だったんだ。メグちゃんは女の子。あん時出てきたよな、ピカーって光りながら。夢だよ夢。何、なんで出てこないのかな。メグちゃんは女の子、夢を見るのが大好きの。オチ歌うな。もう帰る。あの本さえ見つかればって思ってたのに、だんだん自分が信用できなくなってきたよ。メグはやっぱり忘れてるんだ。どうしようかな。でも教えちゃったら。これは噂の。はあ、本当にあったんだ。でも呼び出せなかったんだろ。昨日のとこはな。だがこいつは本物だぜ。確かにただの絵とは思えないが。呼び出しに成功すれば、めぐみは男に戻れる。それを絶対阻止せねば。そのためには俺たちの手でこいつを。黙って聞いておれば。まるでその本に何か力があるようなバカなことを。頭が悪い。現実を見せんか。言っとくが、これを言ったのはめぐみさんなんだぞ。頭悪くて現実見てないアホなのか、めぐみさんは。女の子は多少夢見るくらいが素敵だが、男はいかん。絶対いかん。見苦しいだけだ。これのコピー取ってみろ。これが？さっきのピエロコピーしてみろ。何？どうなんの？鳥肌立つね。映らねえんだこれが。今朝コンビニで偽物作ろうとして驚いたのなんのって。笑い事じゃねえよ。マジやばいよ。故障したみたいだな。故障だな。俺はこんな顔じゃない。行くぞミキ。どうしたのよいきなり。建造はまだ持っているはずだよな、魔本。あれはもういらないんじゃなかったの。忘れてたこと思い出したんだ。今度こそあいつを呼び出せるかもしれない。このヘンテコなのを呼び出す。めぐみより先に俺たちでな。そしてめぐみが二度と男にならないようにお願いしちゃうんだ。そんなことしたらめぐみさんすっげえ怒んじゃねえの。めぐみが男になるよりはマシだろ。でどうよ安田君。やっぱり血だな。これは血が染みてこんな色になってるんだよ。血、なんだ、血つけりゃ出てくんのか。いや、それはわからないけど、6年前めぐみさんは喧嘩した後にこの本をめくったら現れたと。ほうほう。俺ってほら、あん時喧嘩して怪我しててさ。うん、血か。ちょっと血とかってなんかヤバい感じしない。確かに悪魔とか出てくる感じではあるな。あ、痛い痛いな。
待てよ、やばいよ。メグちゃん、これって。俺はこれさえ見つかれば男に戻れると思って必死に魔法を探してきたんだ、6年間も。なのに一向に見つからなかった。当然だ、このバカがてめえ家に隠してやがったんだ。メグちゃん、別に俺隠してたわけじゃ。さらにこのバカっちは、このヘンテコなのを呼び出す。めぐみより先に俺たちでな。そしてめぐみが二度と男にならないようお願いしちゃうんだ。一体な何やってんだ。待てよ、やばいよ。本当に俺より先にあいつを呼び出しちまったんだよ。久しぶりだ。私を呼び出したお前、どんな願いも一つ叶えてやろう。そう来なくっちゃ。早まるなよ、あいつに願い事なんかしたら大変なことになるんだぞ。俺の願いは、君、そんなわけはないが待ちなさい。めぐみさんが二度と男にならないようにお願いするんだ、ケンゾ。天塚めぐみが僕に惚れるようにしてください。違うだろ。な、何言ってんだてめえは。待て、お安いご用だ。やりー、ちょっと待て、俺も混ぜろ。さあ、モグリアスをするんだ。綺麗だ。めぐみさんは男の中の男になりたいと頼んだから女にされたんだ。めぐちゃん、俺のこと。ああ、てめえなんか大嫌いだよ。魔法で人の心をどうこうしようなんてやつは大嫌いだ。大嫌い。はあ、よかった、混ぜてもらわなくて。あれ、気に食わないの？お願いだから元に戻して。でも今度はただじゃないよ。10年ほど君の寿命をもらいたい。ああ、いい、それでもいいから戻して。バカ野郎、何言ってやがんだ。では契約だ、指を。では蹴りだりやさんで。やめろ、バカ野郎。はい、ありがとうございました。なんてこった、こんなあっさりなことで6年間も苦しんでたのか。治ったメグちゃん。嫌いだって最初から言ってんだろうが。日本一のアホめだ。まあ、はっきり言う子ね。あ、どけ。こら出てこい。め、隠れたって無駄だ。出てこい、早くしろ。出てこないで、出てこないでください。こら、出てこいって言ってんだろ。メグちゃん、早く出てこいよ。おい、ピーちゃん呼ぶぞ、食わせるぞ。こら、なんだい、うるさいな。普通呼び出した人以外は相手にせんのだが。出たぞ。どんな男になる予定なんですか。こんな感じかな。ちょ、待て、男になっちゃダメ。お願いね、一生のお願い。悲しいよ。何でもするから許して、やめて。
鬱陶しいわ。俺を元に戻せ。いや、綺麗になったね。さすが女の中の女。男だ、男に戻せ。やだ、私を川に投げたこと忘れたのかい。くらえ。わかったよ。10年だっけ、寿命取りゃいいだろ。100年もらっても戻さないよ。そうだ、代わりに災いが降りかかるよう呪いをかけてやる。スーパーサイドン。ああ、ダメだ。ないみたいだな。もう少し様子を見よう。お前、ん、寿命10年取られちゃったな。へ、この魔法大切に保管しとけよ。うん。メグちゃん、6年も探してたのに。ちっちゃい妖精くんの顔が凶暴に変わったとき、声も出ないくらい驚いてたでしょ。うん、ちょっと怖かった、かなり。メグちゃんは素直なとこが可愛いのよね。バカにすんな。私はメグちゃんが男にならなくて嬉しかったよ。えらいいい男で、お前惚れちゃうかもしれないのに。あら、メグちゃん、私を惚れさせたくって男になりたかったの？バカ。もう出てこないよな。蘇我君、君があいつに拳を振るわなければ俺がやっていた。ああ、先を越された。きっぱり覚えとけ。俺はお前が嫌いだ。だがてめえなんざ腕力で潰してもしょうがねえからやんねえだけだ。よかろう、俺たちはライバルってわけだ。は？今日は出遅れたが、俺の名は小林一文字だ。以後よろしく。はあ、源蔵君。なんだ。とにかく我らの恵さんは男に戻らなかったわけだ。うわあ、やったやった、よかったよかった、やった。でも大丈夫かな。言ってたよな、災いが降りかかるように呪いをかけてやるって。うわあ、本を忘れた。愚かな、信じているのか呪いなど。そうだよバーカ、あんなピエロの出来損ないにそんな力があるか分かんねえだろうが。だよな、だよな。だ！邪魔しようか。そんなことを考えながら俺眠れない日々を送ってきたんだぜ。でも昨日からその心配なくなったじゃん。別に戻れないって決まったわけじゃねえじゃん。
何言ってんのあなた、まだ諦めてないの？あのヘンテコなのにやだって言われたじゃん。あいつの顔見たべ、めちゃくちゃ意志固そうだったじゃんか。無理無理、絶対無理です。なんてのあいつ、嫌がらせのためなら何でもやりそうなやつだったじゃん。え、メグちゃん、うるさいバカ、どうせ俺は呪われてるよ。メグちゃん最悪、何でもやりそうとは言ってくれたわね。は？あ、いや、何怒ってんの。最悪だな。天塚さん、どうしたの。昨日見たろ、俺は偽物なんだ。どうしたんだい、私の可愛い娘たちよ。お前も、お前もこんなにうなだれて、お前たちの明るく元気な笑顔が見たいのに。いや、チョコ食べるかな。買ってきたのだ。ああひょー、機嫌直してくれた。抱きつくチャンス。ダメだダメダメ、今抱きついたら全ておしまいだ。お前見てるとさ、あれこれ考えたり悩んだりするのがバカらしくなるよな。お前だって10年も寿命取られたんだもんな。10年くらいなんてことないよ。こいつ分かってんのかな。寿命が26までだったらあと1年も生きてられないってこと。はへへ。代わりに俺が男の中の男になるよ。無理。すごい。ひでえよ。なんてこと言うんだよ。無理だろお前には。よかった。俺も男の中の男目指してますって出ていくとこだった。それで悩んでるんじゃないよ。お前言ったろ、あの小悪魔何するかわからないって。今までは俺の望みがあって初めて男に戻るって思ってた。今はさ、女として生きても突然男にされちゃうかもしれないんだ、奴の意地悪で。こんなんじゃ男でも女でもないだろう。座ってもいいかな。やだ。座れよ。こいつも勝手に座ってるだけだし。勝ったと思うなよ。君はさ、男とか女とかにこだわりすぎじゃないかな。まあ突然女にされたんだから仕方ないとは思うけど、君が男でも女でもいいじゃないか。僕らは君に惹かれて集まったんだ。君が男でも女でも、僕はきっと君に興味を持ったよ。なんかかゆいこと言ってんぞこのタコ。言ってやれメグ、無理だ無理ってスコーンと言ったれ。そんなこと言われたの初めてだ。本当か。そうなんだ、君は男も女もいける口なんだ。さすが武士、両刀使いなんだね。そういう意味だったのか。男でも女でもやっちゃう気なのか。めぐみさん、下品なことは言ってはいけない。変態が何を言うか。こいつ男もいけんの。誰がそんなことを言ったか。言った、男も興味ある、好きだって言った。タイプは違うが仲間だ、握手。違う、意味違う。怖い、もしミキが書いた風な男になっちゃったら。結局メグちゃんの周りにはこんなのが集まっちゃうわけね。さすが武士、両刀使い。
男もいけんの？好きだって言った。仲間だ、拍手。なんというやつらだ。幻覚を見るとは、俺もまだまだ未熟だな。やばいやばい。ああ、お？うわあ！メグどこ？メグ！のべつ幕なしだな、現像の発情は。見習う点だな。呪いは本当だったんだ。大釜を持ってた。まさかあれでめぐみさんを。いつものうさこちゃんちょうだいっと。めぐのカエルさん入ってないんだもん。あいた、めぐちゃん。ゆるゆる、カエルさん。任せろメグ、俺が守り抜く。何から守るって言うの？構うな、相手にするとバカが映る。そんな。めぐみさん！なんだよお前らまで。めぐみさんが心配で心配で。何がだ？何事だ！お前たちが慌ててかけていくのを目にしたのだが。小林まで。あいつがメグを襲いに来やがったんだ。あいつってピエロが。うわだーな、何にもしてないのに真っ二つに。呪いだ。間違いねえ、これは見えない呪いのパワーだ。はお前がやったんだろ、その石頭で。うん、あ違うもん、俺が当たったんじゃなくてこいつの方から当たったんだもん。本当だもん。でもあいつを、ピエロを見たのは本当なんです。僕も見ました。ピエロって魔法のあの小悪魔か？もう小悪魔ではありません。人間の大きさになってました。ならばあれは幻覚ではなかったと。でかい鎌肩に乗せてしっかり悪魔だった。メグを呪うためやってきたんだ。メグちゃん、あれのことか？こいやこやろ！メグちゃん！呪いがなんだ！あの悪魔野郎、でかくなっただけじゃなく顔まで変えてやがるよ、メグちゃん。しょぼくれじじいなんかに変装してやって。君は本当にここの生徒か？何が言いてえ！校長先生だ。はぁ、あ、校長先生。おお娘たちよ、みんなの笑顔が見たくてこんな格好をしてみたんだが、似合うかな？ほら笑ってごらん。ハハハハハ、あほれ、あほいら、よいよいよい、みんなにっこり笑顔が一番。本当だ。そうだそうだ、よく見りゃ校長だ。お前知らなかったな。やだなめぐちゃん、知ってるよ自分の学校の校長ぐらい。大体あるわけないだろう、呪いなど。はい。それをいたずらに騒ぎ立てるとは少子千万。これじゃ女心配しておかしいか。惚れられたくねえ。思いはわからぬでもない。しかしやはり愚かと言わざるを得ない。悪かったな。同じくです、あいつらどうしようもないバカばっかだよな。マジで呪いなんか信じてやがんの。信じてマジで俺のこと心配してすっ飛んできやがんの。揃いも揃ってね。しかしこれどうすんだ？ご飯粒でくっつくかしら。おいおいおい、元気になった。
花花花ウレフィーナー。うわー、誰が、うん